2002 D1 グランプリシリーズ、その話題の中心となった選手上尾和弘、そのスピード、感情振りっぷりの良さ、全てが今までの D1 の常識のワンランク上。なぜあんなに速いのか、なぜあんなに踏めるのか、上尾のドリフトの秘密をドリテンビデオ流に探る。こう自分のホームコースのミルクロードなんですけど、自分の本気走りを見てください。というわけで、ドリテンビデオ流ってことは、つまりはストリート。ネオが一番得意な峠をチェックして、どんなコースからあのドリフトが生まれたのか、全部まとめて探っちゃおうってわけ。題して、シリーズ連載夜のサーキットメモリー、熊本 D1 級超高速ドリフト編。ここは九州熊本県の某峠、熊本のドリフトの中心地として古くから栄える名門コースだ。走ってる車もバラエティに飛んでいるが、実はヤバいぐらいの高速コーナー周り、結構デンジャラスなコースなのだ。では上尾の走り方を解説してもらおう。とりあえずまずは最初はゆっくり行ってみたいと思います。スタートしてしばらくは3速で行ける高速コーナーが続く。初心者はドリフトしようとせずにグリップで行った方が無難だね。そして中盤はリアフィーセクション、速度を落として2速中心のコーナーが続く。ギャラリーコーナーは目の前だ。でここはまあメインのギャラリーコーナーなんですけど、ここも全開ですね。走ったりとかして、ここも全部つないで 2とか結構伸びるっていうか、回転数が回るんであれば2速で行ったりとか、 2速9000とか1万とか行くんですけど、まあ大体普通の時だったら、まあ、じわじわ3速で行ったゆっくり入っていったりとかします。ギャラリーを立ち上がって一気に曲がりながら下っていくコーナー、ギャラリーコーナー1。ギャラリーコーナーその2には駐車スペースがなく、路肩に車が並んでいるので注意。ギャラリーコーナーを一気に駆け抜けたら90のコーナーが連続で続き、ロングストレート。まあここが3速、まあ今2位からただ3速に上げたんですけど、3速である程度走ったらもうすぐ4速に入って、もう全開でここ行くんですけど、これはものすごくやっぱり車速が出るんで、やっぱりこういうところでもちょっとしたハンドルのその切り込みっていうか、いっぺんに切るんではなくてじわじわ切っていけばじわじわ傷が出てくるんですけど、やっぱり車速が速い分どうしてもちょっとそのちょび切りっていうか、ちょっとずつ切ったりとかしたりとかはよくやります。ロングストレートはその気になったらガンガンスピードが乗ってしまう。次のコーナーのこともしっかり頭に入れておこう。ロングストレートを駆け抜けて S 字へ進入、そして最終コーナーだ。まあ、そうこう言ってるうちに最終コーナーなんですけど、まあ、この最後なんですけど、まあ、ここよくみんな走ってここのポス三角ポストっていうか当てるんですけど、この辺とかを気をつけて走ったらもう全然あとは OK なんで大丈夫です。お待たせしました、全開アタック。まずは上りから。やっぱり気をつけて行けるんですけど。
ミルクロードの走りはどうだったでしょうか。皆さんも気をつけて頑張ってください。次のステージへ行ってみよう。次回はどんなステージが待っているか期待してくれ。